こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。2020年3月に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。これまで1万人の生徒さんにお教えしてきたパンの中から少しずつ皆さんにご紹介していこうと思っています。ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいです。今日はですね、アイリス大山さんのトースターを使ってハムのちぎりパンを作っていきます。こちらのトースターは温度調整ができるものなんですけれども、温度調整ができないトースターをお持ちの方は3分の1の量で作ってみてください。では一緒に作っていきましょう。材料説明していきます。強力粉 300g、 私はイーグルを使っています。インスタントドライイースト 6g、 塩 6g、砂糖 25g、 こちらをカードの丸い方を使ってよく混ぜ合わせていきます。混ぜましたら牛乳 175g、 卵 35g を加えてさらによく混ぜてください。底の方からね、しっかり混ぜてくださいね。最後は切るようにして混ぜると混ぜやすいです。粉気がなくなったらテーブルに出しましょう。手のひらを使って大きく押して戻す、押して戻すでね、材料を混ぜ合わせていきます。結構ね、遠くの方まで伸ばしてくださいね。で、手と一緒に生地が戻ってくるようになったら生地を今度転がしてしっかりグルテンを作っていきます。はい、しっかりね、自分の体重を全部かけるような感じでね、ゆっくりでいいですので、しっかり転がしていきましょう。ここでしっかりとしたグルテンを作っておかないと美味しいパンにね、仕上がらないのでね、ちょっとね、大変かもしれませんが、力を入れてしっかりこねていきましょう。表面がつるっとしてきて弾力が出てきたらグルテンのチェックをしていきますよ。生地を引っ張ってみてください。すぐ切れなかったらこね上がりです。次にバターを加えていきます。バター 25g を細かく切って広げた生地の上に乗せてあげたら、茶巾状に包んで大きく押して戻す、押して戻すでね、バターを混ぜ込んでいきます。ここもね、大きく伸ばしてくださいね。じゃないとバター混ぜムラになっちゃいますのでね。でも生地掴んじゃって大丈夫です。グルテンがね、しっかりできていますので手にくっつかないので掴んで伸ばしましょう。バターが混ざったら生地を丸めて一次発酵をしていきます。30度の発酵機で40分見ていきましょう。乾燥しないようにラップをしていきます。室温で発酵させるときには1時間ぐらい発酵させるのを目安にしてください。はい、40分後です。膨らみましたね。見ただけでも発酵したのってね、よくわかるんですけども、一応ね、フィンガーテストをしていきます。はい、穴の大きさが変わらないので発酵完了です。そしたらね、パンチを数回入れていきましょう。で、カードの丸い方を使って生地を出していきます。慣れない人はね、テーブルに打ち粉をするといいです。打ち粉は強力粉を使ってください。ではね、分割していきます。8分割です。1個 70g ちょっとぐらいですかね。なるべく同じ大きさになるように分割してください。でね、ちょっと今回の訳あって8分割にしてるんですけど、本当はね、9分割がいいです。なんでかっていうのは後でね、わかるかと思うんですけど、9分割だと 60g ちょっとになります。まあ、ハムね、9枚用意できる場合はそれで用意してもらった方がいいです。丸めていきます。ここはね、ゆるく丸めてください。両手でできない時にはね、片方の手でやってもらうといいですね。1個ずつ丸めてください。ゆるく丸めていきます。今回からですね、私の趣味の話を少しずつね、お話ししていこうかと思うんですけども、実はね、私ね、アニメ大好きなんですよ。なんで今日はね、アニメの話を少ししていきたいと思います。ふんわりラップをかけて10分ベンチタイムを取っていきます。今回アイリスさんの天板を型として使っていきます。型にオーブンシートを敷いておきましょう。同じ大きさの型がない場合はご自分の天板にオーブンシートを敷いておいてください。アルミカップでもいいですよ。はい、成形をしていきます。テーブルに打ち粉をしましたら、綿棒でハムよりね、一回り大きいぐらいまで伸ばしていきましょう。伸びましたらその上にハムを乗せてカットしていきます。真ん中2センチぐらいのね、帯状になるようにカットして、その両サイドをね、また半分にカットしていきます。
で帯の部分をくるくる巻いて、これが貸になるんですね。その周りにカットした丸いね生地の方を花びらとして巻いていきます。半分ぐらい重なるように巻いていってあげるとね、バランスのいいバラの形になっていきます。残りの生地も同じように成形していきます。ほら、可愛いバラの形でしょ。そうそう、あのアニメの話なんですけども、最近のアニメってね、ほとんど見たことがなかったんですよ。なんかね、女の子のねおっぱいがねすごくでっかくって、そればかりね強調されてるような気がしてね、まあ、あの自分と比べてやきもち焼いてるわけではないんですけど、それでねなんかちょっと嫌だなって見てなかったんですけどもね、何のアニメがきっかけだったのかちょっと忘れちゃったんですけども、最近ね見て面白かったなっていうのが、男女に出会いを求めるのは間違っているのだろうかっていうアニメなんです。見たことある人いますかね。2シリーズあって、もう一つ外伝っていうのがあって、まだまだ続きそうな雰囲気なんですけれども、それぞれのシリーズをまだ3回しか見てないんでね、語るにはまだちょっと早いかなっていうふうには感じなんですけどもね、神様が地上に降りてきてファミリアを作るんですね。でダンジョンっていう地下牢、なんか塔みたいになってて、その塔の中に怪獣みたいなのがいっぱいいて、それをやっつけながら成長していくっていう物語なんですけどね、まあ、ちょっとあの私の説明だとあんまり面白くなさそうに聞こえるかもしれないんですけど、ね、人が成長していく姿ってね見てるのすごい、ね、好きなんですよ。戦いものってあまり好きじゃないんですけれども、恨みとか憎しみとか裏切りとかがあまりない成長する戦いものっていうのは結構好きで、これね本当戦いものなんだけれども感動して泣くって感じですね。すごくいいアニメなので、よかったらぜひ見てください。でもこの話じゃねあんまりね見たいなって感じしないですよね。あと5回ぐらいね見たらね、もう1回お話しさせてください。ちょっとね説明の練習もしてみますね。はい、じゃあね8個出来上がったので天板に並べていきます。まずね角から並べていくといいですね。でその間に乗せていきます。でこれ9個あったらねぴったりだったんですけどね、いい感じに並べられたんですけどね、実はね1枚朝食で食べてしまい足りなくなってしまいました。なのでね8個ですが、皆さんはぜひ9個で作ってください。この後最終発酵していきます。35度で30分発酵させていきます。はい、30分経ちましたので焼いていきます。8分割なのでね、花びらがちょっと太くなっちゃいましたね。卵を塗っていきましょう。塗りムラのないようにね、全体的にしっかり塗ってください。今日は花芯のところにピザ用のチーズを乗せていきます。マヨネーズを絞っても美味しそうですよね。では焼いていきます。ガスオーブン、電気オーブンの人は180度で13分ぐらいですね。今回のアイリスさんのトースターでは220度で16分焼いていきます。はい、焼き上がりました。出していきますね。どうでしょう、いい色に焼けてますね。そしたらね、ケーキクーラーに移してオーブンシートも外しておきます。型がない人は1個ずつオーブンシート、もしくはアルミカップに乗せてあげるといいと思います。1個ずつもね食べやすいのでね、おすすめですよ。いかがでしたか。これならなんか作れそうな気がしますよね。ハムの代わりにベーコンでもいいですし、スライスチーズ使っても美味しいと思います。ほんとね、9分割にしたらねもっと可愛らしくできたかと思うとね、ちょっと残念ですよね。どんな感じか見てみてください。ちぎってみますね。すごいふかふかです。弾力ありますよね。ちょっと食べてみますね。うん、ふかふかですね。とってもね柔らかくて美味しいです。胡椒をまぶしてもいいかもしれないですね。ミキシングのポイントやオーブンの扱い方なんかはこちらの本に書いてありますので、ぜひこちらも合わせて参考にしてみてください。すでに YouTube にアップしている動画でリンゴの花パンっていうのがあるんですね。それは同じ成形なんですけれども、ハムの代わりに煮たリンゴを使っています。そちらもね可愛いので、ぜひ作ってもらえたら嬉しいです。もっと詳しく学びたい方はオンライン講座をご用意しています。
そちらの方はホームページに載っておりますので、ぜひご覧ください。ではまた。